止まりなさい。逃げても無駄ですよ。くそ、囲まれちまった。貴様らが伝令兵が言っていたはちゃめちゃに怪しい一行ですね。怪しくなんてありませんよ。ただ道をお尋ねしたいだけで。いいからお前は黙ってよな。この近辺では見かけないモンスター娘たちのようです。やはりラシオン王国のスパイである可能性も捨てきれません。おとなしく投降しなさい。そうすれば。投降？私たちもうとっくの昔に学校は卒業しましたよね、すずちゃん。もう黒みは黙ってて。もう何なんですか。さっきからセレンちゃんもすずちゃんもひどいです。傷ついちゃいました。ご主人くん慰めてください。えい、人の話を聞きなさい。もういいです。交渉の余地はありません。こうなったら武力行使です。ほら、やっぱりこうなった。楽しそう。燃やすぞ。見たくしないでください。はい、わかりました。力かけてあげよっか。それ、うん、どこへ行くべ。わかったべ。やめて、やめて、やめて。力貸してあげようか。こんな無視は不死身だ。パワーです。うん、力貸してあげようか。
なかなか手強いですね。しかし、ここまでの騒動を起こしておいて、無事でいられると思っているんですか？我々は、帝国軍の中でも最強三大師団の一つ、その呼び声も高き姫魔導士師団です。決して貴様らを逃がしませんよ。あのランジェールの戦いや南阿弥川防衛戦で膨大な戦果を挙げた大陸屈指の強兵団のってガイドブックに書いてあったよ。そんな強い人たちが、しかもしっちゃかめっちゃかに集まってきましたよ。逃げられないです。敵国の先兵にしては幼い少年ですし、国境は封鎖されているはず。では国内の不穏分子、こんな幼い少年が。そうなんすよ、この幼い坊ちゃんがやんちゃでちょっとやっちゃったんすよ。ほんとすみません。やっちゃったって？この者たちは帝国軍兵士ですよ。どんだけ棒の力にあふれているんですか。とにかく詳しいことを聞かせてもらいます。待ちなさいよ。その子は私たちの知人だから大丈夫よ。身柄は私たちが保証するわ。し、師団長閣下、図が高いぞ、控えろ。帝国最強魔導士の呼び声も高き姫魔導士師団、師団長バルベリト帝国第三工場並びに第四工場リンデンハート殿下とカティナ殿下で合わせられるぞ。さっきから呼び声が高いの好きすぎですね。久しぶりね、ラッシーちゃん。元気だった？いろいろあったって聞いてお姉ちゃん心配してたんだよ。ご主人君が抱きつかれた！え、ご主人、お前姉ちゃんいたのか？っていうか国違うじゃん。ちょっとお姉ちゃん、何人の婚約者にペッタペタしてるのよ。離れなさいよ。あらあら、カティナちゃんやきもち？大丈夫よお姉ちゃん、カティナちゃんの大事なラッシーちゃんを取ったりしないから。誰が私の大事なやつなのよ。そんなやつ全然大事なんかじゃないんだからね。こんなこってこてのツンデレ、まだ生き残ってたのか。というか、ご主人君の婚約者なんですか？リンちゃん以外にも婚約者が？ねえ、リンちゃんがさっきから失神してるんだけど。あ、ご主人君。なんだか変な夢を見ちゃった。ご主人君の婚約者が出てくるんだけどね。現実逃避してるよ。ああ、あなたたち、さてはラッシーちゃんの従者の皆さんね。はじめまして、ラッシーちゃんの義士になるリンレンハートよ。ん？なんかさっきご主人とかなんとか呼んでたかしら。そんなの、国元を離れて王子が放浪してるのに本名を名乗るはずないじゃない。ご主人何がしって偽名でしょ。でもラッシオネルのくせに生意気だわ、偽名なんて。あらあら、カティナちゃんはラッシーちゃんの名前大好きだものね。そんなんじゃないんだからね。別に偽名で呼ばなきゃいけないのが寂しいとか、そんなこと全然ないんだから勘違いしないでよね。絶滅危惧レベルのツンデレね。でもそっか、ご主人君元王子だもんね。そりゃ婚約者ぐらいいるか。
ラッシーちゃんってお名前、お姉ちゃん気に入ってるんだけどな。なんか可愛いし。愛称だけど偽名みたいだし、呼び方はこのままでいいかしら。ラッシオネルだからラッシーか。意味はわかるんだけど、某名犬とかあの白い飲み物を思い出しちゃうな。すずちゃん、まさかそれってご主人君から絞れるあれですか？あれなんですか？違う、断じて違うから。なるほど、そういう意味を込めてラッシーちゃんって呼ぶのもいいかも。おい、いつの間にかワイダンになってんぞ。ご主人もドン引きだからそろそろやめてやれ。あら、ごめんなさいラッシーちゃん。お姉ちゃんがハグしてあげよっか。お姉ちゃん、だからベタベタすんなって言ってるでしょ。でも未来の義理の弟なんだし、未来の義理のお姉ちゃんとしては。あ、ラッシーちゃん、アメちゃん食べる？ちょっとあんた、私もラシオネルって呼ぶからね。なんか文句ある？なんてことなのラッシーちゃん、かわいそう。お姉ちゃんが一緒に添い寝して慰めてあげる。お姉ちゃん、あるいはお姉ちゃんが王国を滅ぼしてラッシーちゃんに返してあげよっか。いえ、やる、やるわ。うちのお姉ちゃんなら、気に入った相手を甘やかすためなら国をも滅ぼす。それがうちの姉なのよ。ただあまお姉ちゃん恐るべしね。ご主人君の優しいお姉さんキャラは私が設計していたはずなのに、ライバル登場で私大ピンチです。お前そんなキャラポジションだっけ？そうですよ。なんでそんな驚いてるんですか？いや、あ、そうか、うん、ごめんな。私今なんで謝られたんですか？そっか。でもご主人君にも記憶を失う前の人間関係っていうのがあったのよね。当たり前のことだけど。ああ、そういえばなんですけど、記憶を失う前のご主人君はどんなお子さんだったんですか？ああ、あなたたちは記憶を失ってからのラッシーちゃんしか知らないのね。私たちが知っているラッシーちゃんはね。昔のご主人君知りたい。まだスライムだった頃の。あ、ずっと気絶してたリンちゃんが蘇った。え、というかラッシーちゃんスライムだったの？通りでほっぺプニプニだと思ったわ。そうなの、スライムすごいわね。人間界を席巻しているわ。いや、すごいのはお姉ちゃんの発想力よ。褒めてないからね。そんなことよりご主人君の情報を。リンちゃん、なんか目が怖いよ。ご主人君情報ジャンキーですね。小さい時のラッシーちゃんは、それはそれは可愛かったのよ。私の後をついてきてね。お姉ちゃん大好き。お姉ちゃんと結婚する。お姉ちゃんと略奪婚するって。そんな子供いるか。なんで捏造するの？捏造じゃないわよ、聞こえたのよ心の声が。病んでるのよそれは。なんか心が。カティナちゃんひどい。まあ私はどっちでもいいんだけど。別にラシオネルのことなんて、それこそ弟みたいなもんで、
仕方なく面倒を見るぐらいの気持ちで婚約を引き受けただけだし。そうなんです？そうよ、バレンタインの義理チョコあるでしょ、あれの婚約版よ。義理婚約なんだから。こっちの世界にもバレンタインあるんだ。っていうか聞いたことないわね、義理婚約。カティナちゃんから見た記憶を失う前のご主人君はどんなだったんです？私？そうね、ぼーっとして、ぼやっとして、ぼやぼやしてる感じだったわ。めちゃめちゃぼやけた感想ですね。そんなのよりもっと心温まるご主人公エピソードはないの？粘液温まるご主人公エピソードとか。どんなエピソードよ。そうね、なんか妙に頭の切れる子だったわよ。別に褒めてるわけじゃないんだから、ただの事実なんだから。切れましたか？ええ、キレッキレだったわ。カティナちゃんもその頃からよく切れてて、お城の柱にローリングソバット魔法をぶち込む少女として人々からは認知されていたわ。何よ、切れる似た者夫婦って言いたいの？冗談じゃないわ、失礼しちゃう。チョコ食べる？いただきます。何よ、あんたがどんな風に私の婚約者として頑張ろうとしていたかを聞きたいの？しょうがないわね。まああれよ、私の才能を買ってたみたいで、それは当然なんだけど、本ばっかり読んでよく勉強していろいろアドバイスしてきたわ。聞き流してもよかったんだけど、あんまり一生懸命言ってくるもんだから一応聞いてあげていたわ。感謝してよね。カディナちゃんったら、その頃は特に用事もなく突然思い立って、今日はラシオネルの話を聞きに行くわって言い出して、足しげく隣の王国の王宮に通ってたのよね。違うわよ、私は全然行きたくなかったけど、ラシオネルが来て欲しそうだったのよ。そうでしょ、ラシオネル。覚えてなさいよ。なんで忘れてるのよ、大事な思い出じゃないの。あ、私にとってはどうでもいい思い出だけど。ものすごい勢いでどうでもよくなさそうね。それで何よ、私の話が聞きたいの？しょうがないわね、どうしてもって言うなら聞かせてあげるわ。カティナちゃんはご主人君のどの辺のエロスポイントを好きになったんですか？何を聞こうとしてるのよ、別にラシオネルのエロスが好きなんじゃないわよ。違った、ラシオネル自体を別に好きじゃないんだからね。嫌いなんです？嫌いだなんて一言も言ってないでしょ。私がこいつを好きなんじゃないの、こいつが私を好きだから仕方なく付き合ってあげてたんだから。ちなみに私の好きなご主人君のエロスポイントはお尻です。いらない情報だわ。それでラッシュ、そう、お姉ちゃんの悲しい過去が聞きたいのね、ラッシーちゃん。そう、年上の女にはね、悲しい過去がつきものなのよ。あれは先週のことだったわ。過去随分と直近だな。うちの上の二人の姉が実はラッシーちゃんを狙ってて、それをついポロッとバラしちゃったら宮廷内で大炎上したの。それで尋常じゃなくめちゃめちゃ怒られて、それはそれは悲しかったものよ。ほぼ自業自得ですね。
ちょっと何それお姉ちゃん、私それ聞いてないんだけど。カティナちゃん宮廷内の出来事に興味ないから。いや問題にしてるのはそういう点じゃなくて、ご主人を投入するだけで帝国で内乱が起こりそうだな。ご主人くんは罪作りだから。それでラッシーすごい勢いでどうでもよくなさそうね。それでラッシーちゃんたちは離島からここまで何をしに来たの？観光かしら？離島言うな！いや離島だけどさ。お前まで離島呼ばわりを。祠？この辺にある祠って言ったら猫吐き毛玉の祠か、伝説の飲んだくれの祠か、エッチな水着の祠ぐらいだけど。ろくな祠がねえな。それです、その祠です。え、どれ？エッチな水着の祠です。マジか、名前までは聞いてなかったけど、そんな祠を目指していたのかよ。間違いありません。間違いないか。そう、そうなのね。エッチな水着の祠ね。お姉ちゃんはラッシーちゃんのためなら何でもしてあげたいけど、でもあそこは。何か問題でもあります？終わりよ、あそこに部外者を。それもこいつみたいに今微妙な立場にいる人間を連れてはいけないんだからね。ああ、そう言いつつ連れて行ってくれるやつですね。人をツンデレ扱いしてるんじゃないわよ、絶対に連れて行かないんだから。っていうか連れて行けないのよ。あんたたちが行きたがっているその祠はね、樹氷宮殿のど真ん中にあるのよ。おお、樹氷宮殿、ガイドブックに出てたわ。バルベリト帝国屈指の映えスポット、全てが氷でできた氷の妖精のいたずらの産物とも言われるあの。よく知ってますね、すずちゃん。ガイドブック読み込んだからね。世界絶景名所10選にも選ばれるぐらいで、日の光に照らされるとキラキラ輝いて、それはそれは綺麗なんだって。なんでも妖精たちの王国がこの世界を席巻していた原初の時代にはもう存在したらしいのよ、樹氷宮殿。そこまで知っているなら分かっているでしょ、樹氷宮殿は今現代においてはバルベリト帝国の要衝フロスト要塞、帝国軍でも限られた部隊しか出入りすることができない秘密の多い要塞なのよ。だからあんたたちを案内することはできないの。それどころかあんたたちが祠に、いえ要塞に近づこうとするなら、ローリングソバット魔法でへし折るわ。ローリングソバット魔法はローリングソバットとは違うんですか？そんなこと気にしてる場合か！とにかく樹氷宮殿の祠のことは忘れてね。ね、お姉ちゃんのお願い。そうでないとカティナちゃんとの蜜月もこれまでになっちゃうの。だ誰が蜜月よ。私以外との蜜月は認められないから。何よあんた、私とやる気？ラッシーちゃんたら営業職サラリーマンみたいなこと言って。ああ、こっちの世界でもサラリーマンいるところにはいるんだ。